どうも、はい、ちーですえ。今週はカット編集がない回で、えー、特に受験生の方に応援メッセージが届けばいいなってことで話をしていきます。よかったらね、休憩があったら見てみてください。で、まあ、あんま時間取らせても申し訳ないんで、サクッといきたいんですけど、一つ、質問があります。質問ね。って何かっていうと、みんなさ、今日だったり、もしくは昨日ね、今日か昨日、自分が頑張ったこと何ですかって言われたら思い出せるパッて。もう反射的にね、 言えるかいでなんでこんなね質問したかっていうと特に受験生はさもうこの時期は時間がなくなってきているよねでやばいやばいっていう焦りが強く出てくる時期かと思いますでそうなってくると人っていうのはあれもやんなきゃあこれもやんなきゃってあれも覚えなきゃみたいなどん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 やらなきゃいけないことがこう追われてしまって前に進まなきゃ前に進まなきゃ前に進まなきゃ,なきゃっていう意識が強くなります。もう当然ね 前に進まなきゃいけないからさ。ね、いけないから、間違ってないんだけど。でも、それをやってしまうと、自分がやってきたこと、やってきたことの確認をおろそかにしてしまうんだよね。でそうするとさ、デメリットが2つあって、まず1個は、単純に確認してないから、定着率が悪いんだよね。すごいどんどんいっぱいやってる。問題も超パン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 って頑張って前に進んでるって。でも気づいたらさ、その、 怪しかった問題とかミスしてしまった問題ができるようになった気がしてたんだけど定着してないなんていうことが起こります。もう一回解いた時に解けないっていう。それってしんどくないね。あの時ちゃんと復習したのに解けるようになってない。それはやっぱ反復回数が少なかったり確認がちょっと甘いんだよね。急がば回れじゃないんだけど、やっぱりやってきたことってそう簡単には定着しないので特にできなかった問題はね。だからもう一回、ね、もっと前に進まなきゃいけないって気持ちはわかるんだけど、 ちゃんとつまずいたところはもう少し丁寧に確認しよう。じゃないとみんなの力が伸びにくくなってしまうからね。で、もう一個はね、やっぱりメンタルが安定しにくくなります。逆に言うと、ちゃんと確認する。さっき最初の質問でさ、これやりましたって、これ頑張ったんだって言える方は、自分の頑張ってることを自覚できてるんだよ。ちゃんと確認できてる。だから、 頑張れてるっていうのが自分の中に心にちゃんとある状態なの。で、これがものすごいみんなの防御力を上げてくれます。焦った時、不安に思った時。でもちゃんと頑張れてるしっていう気持ちが守ってくれる。でもここがないと、いくらやったって伸びてる気がしない。できるようになってる気がしない。周りの方がどんどん伸びてる気がするっていうところに耐えられなくなっちゃう。で、踏ん張れなくなる。 で気温も下がってくるとさやっぱりメンタルも落ちやすいんだよね投球打つなんて言葉もあるぐらいだからだからそこで踏ん張れなくなってやる気が出なくなるこれはやる気が落ちてるんじゃなくて心のエネルギーが足りなくなくっちゃうんだよだから是非ねこうもっと前に行かなきゃって焦ってる時期だからこそもうちょっと自分の頑張ってきたことを確認してほしい頑張ってた自分を大切にしてほしい でこれ多分先月のさこう受験生励ますっていう動画でも言ったと思うんだけど頑張れてないと思ったそこのあなたいいかい、まあ、しつこいねこれ多分多分来月も言うぞ来月も言うんだけどこの動画ここまで見てるあなたあなただよ君だよ頑張れてないなんて絶対にありえない絶対ありえない俺はみんなの近くにいないしみんなのことこうやってね見てないけど見てないけどわかるここまで見てくれてるみんなは絶対に頑張ってる 頑張れてるんだよ。もしかしたら24時間ね、1日24時間あった中で、まあ1週間にしようか、ね、あった中で、頑張れてなかった、もうちょっとできたなってところはあるかもしんない、あるかもしんないけど、そこばっか見てどうすんだよ。多くが頑張れてる時間でしょ踏ん張れてる時間、いっぱい葛藤しながらペンを動かしてんだよ。だからそんなに自分を責めない。 いいかいちゃんと頑張れてるから。だから、俺はでもさ、頑張れてんだよってことしか言えないけど、みんなはもっと自分の具体的に頑張ってること知ってるじゃん。だから、頑張ってきた自分を大事にするい。こういう時期だからこそ大事にするの。そこを大事にして、ちゃんと定着させて、できることを増やして、毎日レベルを上げてってください。いい もちろん受験だからさ全員が全員100人がいて100人がこうハッピーエンドというか第一志望に受かるっていうことは難しいそんなことは分かってる長く教育携わってるとねでもこう頑張ってきて立ち向かってやりきって方っていうのはその第一志望に行けなかったとしても例えばね願ってなかった一番ではなかったとこに行ったとしてももうそこに行った時点でのもうねこう気持ちが違うんだよ行った場所でもっと輝いて見せるぜっていう気持ちが出てくる。 だからひとまず今は間に合うか間に合わないかそこの不安はまず置いといてうちらはタイムマシン持ってないから見に行けないからだから今できることをしっかりやってで頑張った自分を大事にして踏ん張ってほしいねっていうのが伝えたくて縛らせてもらいました結局 はい、すいません。長くなりましたけど、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。ほんじゃ、11月また半分残ってますから、今月もね、一緒に頑張ろう。俺もね、これから講演会の、あのー、3日連続講演会があるんでね、<laughs> その練習、頑張るからさ、一緒に頑張っていきましょう。ほんじゃ、またねバイバイいくぞよし頑張ろうな。